この聖殿門が開いたら西方とご対面だ。ああ、何があるかわからない。油断はするな、ファング。誰に言ってんだ。こっちは長年盗賊やってんだぜ。聖殿門の先に強いエネルギー反応があります。ファングさんの言う通り、西方と対面ですね。いよいよだな。ああ、開いちまった。もう後戻りはできねえ。どあれが西方、死者の魂を呼ぶ箱か。重たく冷えた波動、間違いねえな。やっと見つけた。まだ分析しきれてませんが、不思議な力を秘めているのは確かですね。人間にはこんなもの作れません。神の力を借りたか、あるいは神が自ら創造したものです。ホープ、探れ。何か異常は。います。近いです。武装した集団。カオスに紛れて接近を見落として。分かった、もういい。ファング、どうやら救世員が。悪く思うな、バニラ。ファング、何のつもりだ。ずっと探していたんじゃないのか。こいつは誰にも渡さねえ。使っちまったらバニラが死ぬんだ。バニラが。いいか、こいつは呪いの箱だ。さまよう死者の苦しみをきれいに消して無に返す。代わりに使ったやつは死ぬ。バニラはこいつを使う気だ。死者たちに償おうと。てめえらに渡すかよ。よせ。西方の探求ご苦労であった。聖女もさぞやお喜びになるであろう。聖女に代わって御礼申し上げる。何が聖女だ、ゲス野郎ども。バニラを死なせる気だろうが。くだらん儀式の生贄によ。聞き捨てならんな。俺の救世員への侮辱は神への冒涜にも等しい大罪だ。神の裁きを受け、死をもって罪を償え。奴らに西方は渡せねえ。だからよ、ライト、助けてくれねえか。今さら聞くな。行くぞ、ファング。二人で支え合えば勝てる。時は止まらない。振り返る暇はない。の祈りを。古き呪いを断つ。生まれた場所に戻れ。西方は奪われたか。ざけんな。封じられてる奴らの術か。ちくしゃう。閉じ込められたな。現実を受け入れるしかない。聞かせてくれ、一体西方とは何だ。死者の苦しみを無に返すというのは。消し去ることで救うのさ。生まれ変わる希望もなく苦しみ続ける死者たちの魂を西方の力で消滅させる。そうすりゃ苦しみは消え、救われる。死者の魂を消滅だと。バニラは知っているのか？知ってるさ。儀式をやれば自分が死ぬってこともな。それでもやるって言い張ってんだ。死者たちの嘆きを終わらせるたった一つの方法だってな。お前はバニラを死なせたくなかったんだな。だから製法を。ああ、手に入れようとした。バニラに渡すためじゃねえ。渡さねえためだ。誰かが製法を発見して救世員の手に落ちたら、ふざけた儀式でバニラが死ぬんだ。盗賊団に入り込んでこの遺跡を見張って製法が見つかんなきゃそれでいい、そう思ってた。あんたについてきた理由も分かったろ。解放者が製法を手に入れて救世員に渡さないように見張ってたんだ。最低ね。ライトニングが救世員の手先かもしれないって疑って監視してたんだ。まあ見張ってたのは私も同じ。あなたたちが製法を手に入れるその瞬間を狙ってたの。捜索隊を引き入れたのはてめえの仕業か。そうよ。ホープに見えないようにね。連中今頃製法担いでルクセリオにまっしぐら。それじゃあ儀式をお楽しみに。バニラの死と引き換えに死者の魂は浄化されて、セラという子の存在もきれいに洗い流され消える。儀式が行われるのはいつだ？世界が滅びを迎える日に。週末の鐘が鳴り響くとき、レテのみそぎは成就する。ファング、バニラは死ぬぞ。はっきり言ってくれやがる。私には救えない。何が言いてんだよ。私の使命は魂の解放だ。バニラが心から死を願うなら、望みを叶え魂を解き放つだろう。あいつを死なせようってのか。バニラの決意が変わらない限りはな。私には変えられない。バニラの思いを受け止めて、それから救ってやれるのはお前一人だ。焚きつけやがって。分かってるっつうの。そうだな、バニラと一緒だ。最後までな。扉を封じた術はもう解けていますが、今から追っても間に合いませんね。政府は救世員の手に落ちました。